Hi everyone! 皆さんこんにちは。英語スクールオーナーのゆかりです。東京に引っ越してきて今日で3日経ちました。いや、すっごいこの家快適で、またね、ルームツアーしたいなと思うんですけど、今、いかんせんもう、物がぐっちゃぐちゃで、この部屋は何にもないんですけど、至るところに物が溢れていて、まだお見せできる状況じゃないので、ルームツアーはちょっと部屋が整ってから、皆さんにまたシェアしたいなと思っているんですが、今日はタイトルにあるように、新しい家に住むためにかかった費用を公開したいと思います。とりあえず、住むのに必要な、家電とか寝具だとかその辺はもう全部揃えたので、引っ越し費用から家電とそして日用品、まあとりあえずこれさえあれば生活がスタートできるっていうところまでかかった費用を今回シェアしたいと思います。私みたいに地方から東京にね引っ越しを考えている方、まあ、今ねトレンド的に逆だと思うんですけど、私はもう本当に逆行してるんですけど時代に、でもそういうね地方から東京に来るっていう方がいたら参考にしてもらえたら嬉しいです。まず第一に、今回の私の引っ越しでは引っ越し業者を使っていません。だから大きな家具とか家電は一切持ってきてないです。なので引っ越し業者を使っていない分、新しくね全部家電とか買わなきゃいけなかったので、そこの費用がかかっています。そして私変なところが潔癖で、中古、まあ、友達とか家族が使ってたものならいいんだけど、なんかもう見ず知らずの人が使ってたものとか絶対買いたくなくて、全て新品です。この家も新築なので、まあ、全部新品で揃えました。はい、そんな私がかかった費用なんですけど、まずね、引っ越しに関してですが、その業者使ってないとはいえ、細々とした荷物は送りました。自分の家で詰めて、パッキングして送ったので、どんなものかっていうと、仕事で使うための本とか、後から言いますが、日用品なんていうか、掃除系とか洗濯系とか、あとは自分が使ってるベッドカバーとか、そういったものをね、段ボール2箱分送りました。この荷物配送費が4124円です。はい。ヤマトさんを使いました。自宅まで取りに来てもらって送るっていうサービスを使って4124円、めちゃめちゃ安いなと思います。プラスですね、今回の引っ越しに関して大容量のスーツケースを買って、これはですねサムソナイトだったかな、ちょっとこの辺に写真とか出しておきますが、アウトレットでねお安くお得に買ったので 38,404 円です。はい、なので移動機器に関して、まあ、合計で 42,528 円かかりました。はい、次に、簡易寝具を買いました。私の家ってロフトなので、寝室がちょっとね天井低いんですよ。なので普通の木枠のベッドと分厚いマットレスだと天井までの位置が高くなっちゃうので、まあ、マットレスは買おうと思うんですけど、まあ、木枠はなしにしようと思っていて、ちょっとねそのマットレス知り合いに頼んでいて入居の日までね間に合わなかったので、とりあえずニトリで簡易的な敷布団、掛け布団、除湿シートとあと枕を一式買いました。こちらの寝具一式が2万966円です。はい。これにね、マットレスまた買ったら、もうちょっと数万円で乗っかってくると思うんですけど、まあ、とりあえず寝れるだけのセットということで、この値段です。次に洗剤系ですね。トイレの掃除とか、キッチン周りとか、お風呂とかですよね。これは合計で7983円かかりました。今のところ一番もうこれは当たりだって思ってるのは、ウタマロスプレー。です。皆さんご存知の方も多いと思うんですが、これはねどこでも使えますね。お家のお掃除系だと中性洗剤なので、肌にも優しいし物にも優しいから、床の汚れとか壁紙のこう黒ずみとか油汚れ系何でもいけますね。ついて早々キッチンのタイルになんか結構取れにくい黒い汚れをつけてしまったんですよ。なんだけどウタマロシュッシュってやって数分置いたらすごい綺麗になったし、あと私靴を磨くのにも使ってるので、これ結構何でもいけるんですよね、汚れたところを掃除するには。だからウタマロはですねもう本当にリピ決定、一番今のところ当たりな商品です。次はタオルなんですが、ケユカというブランドで買いました。タオルがすごい気持ちいいし色も可愛いんですよね。で友達がミニバスタオルをプレゼントしてくれたんですよ。それはまあちょっと一回りちっちゃいんですけど、実際そのミニバスタオル使ってみて、あこれで十分だなと思いました。なんでかっていうと、私別にこうお風呂上がりにこう巻いたりとかしないし、ただただ体全部拭いて、髪の毛拭いてっていうものだけなので、ミニでね十分なんですよね。ちょっと普通のバスタオルサイズも結構大きいなって思ってるので、今私はそのミニバスタオル、あと普通のフェイスタオルを3枚ずつ買いました。プラス予備のシャンプーとかコンディショナーとかも一応買っていったので、タオルと予備のシャンプー系で 15,092 円
使いました。そして家電です。はい、家電なんですが、金額を紹介する前に、やっぱり家電はですね、最初にAmazonとかで見てたんだけど、全部もう現地に行って家電量販店で買いました。なんでかっていうと、やっぱ物見たいし、ね、触ってみたりとかしたいんで、直接で向きました。で、電子レンジなんですが、アイリスオーヤマのものを買いました。これね、金額は 24,800 円です。で、私がこのレンジを選んだ基準っていうのは、もうレンジのね、なんでもいいんですけど、一番大事だったのは私にとって、ちゃんと蓋がスッて開くこと、スッて開くのが絶対大事だったんですよ。なんでかっていうと、Airbnb で名古屋に滞在した時に、こうターンテーブルの、もうレンジの機能しかついてない電子レンジだったんですよ。レンジの機能しかついてないのはいいんだけど、そのね、取っ手がね、この横開きバージョンで、開ける時に、もうこう、電子レンジ全体が動いちゃうぐらい、なんかこう、ゴーンってなるんですよ。で、私は毎朝、アーモンドミルクコーヒーをレンチンして飲むんですけど、私、なみなみに注ぐんですよ。なみなみに注ぎたいんですよ。で、なみなみに注ぐと、もうその電子レンジ開けた瞬間、もうなんか、アーモンドミルクの海みたいになってるんですよね。もうそれが嫌すぎて、絶対、すっで開くレンジ買うぞって思ってたので、機能とかは、まあ、オーブンついてる、一応ついてるやつなので、まあでもそんなに機能は求めてませんでした。どうせ電子レンジって電子レンジとしてしか使わなくないですか。結局いろんな機能ついてるけど。次に冷蔵庫です。冷蔵庫はまあ一人暮らしなので、ちっちゃめの一人暮らし用のサイズで、一番こだわってたのは、まあ、見た目ですね。冷蔵庫って、まあ、存在感があるかな。よくあるのが真っ白のめちゃめちゃ安っぽい見た目のやつあるじゃないですか。なのでそれは嫌だと。でも別に機能とか全然こだわりないし、そんなにめちゃめちゃ料理する方じゃないんで、いっぱい詰めたいとかもないから、手頃な大きさで、ある程度スタイリッシュなやつが今買ったやつで、なんだっけ、名前アクアだったかな。ちょっと写真とか出しておきますけど、それを買いました。こちら金額は 26,000 円です。この電子レンジと冷蔵庫一緒にの家電量販店で買ったんですけど、だから合計で5万ちょっと、ほんと5万円ぐらいだったので、いいんじゃないかなって思いました。次、洗濯機です。洗濯機はね、こだわったというか、絶対乾燥機付きがいいと思ってたので、乾燥機付きを買いました。買ったのはですね、どこだっけ？シャープのやつですかね。また写真出しておきますが、これはですね、金額は、145,600円です。これ、まあ、乾燥機付きだったら、そんなになんか高い方じゃないと思います。で、なんで乾燥機付きにしようと思ったかっていうと、先日まで泊めてもらっていた友達のお家が乾燥機付きの洗濯機使ってて、まあ、便利ですよね。で、プラス私の、友達も結構最新のね、乾燥機付き洗濯機を買って、もう人生が変わったみたいな、もう今まで買った中で一番いい買い物だったって言ってて、これは投資だと。まあ、ちょっとね、最初お金がかかるけど、まあ、そんなね、お金は十分に取り戻せるだけの素晴らしい機能だし、時短にもなるしね、めんどくさいことはしなくていいし、干したりとか取り込んだりとか。だからね、絶対乾燥機付いてた方がいいよって力説、もういろんな人からね、されて、あ、絶対つけようと思って。で、まあ一人暮らしなんで言うても、そんなバスルーム、なんか脱衣所も広くないし、まあコンパクトなやつで、まあそこそこいいのってなると、この145,600円のやつだったんですよね。使い勝手はですね、今3日目なんですけど、まだ使ってないので、ちょっとわかんないです。またなんかこう、レビューとかあったらシェアします。次は、キッチン系でホットクックを買いました。皆さんホットクックご存知ですか？これあれですね、具材切って入れといたら、はい、出来上がりっていう、とっても便利な調理器具ですね。これね、28,000円でした。はい。これちょっとホットクックはね、やっぱ私ズボラなので料理しないので、かといっていつもなんかこう出来物買ったりしてても、まあ、食費もかかっちゃうし、体にも良くないじゃないですか。なんだけど、なんかこうフライパンでこうとか、お鍋でとかやりたくないと思ったら、もうお金を払ってやってもらおうということで、ちょっとここは奮発して買いました。奮発してって言ってもね、28,000円めちゃめちゃ安いんですよ。これ多分普通今現行の一番新しいサイズタイプで買おうと思ったら6-7万すると思います。はい。なんで私はこんだけ安かったかっていうと、1個前のモデルなんですよね。あとはちょうどタイムセールをAmazonでやってて安くなってたので、Amazonで28,000円で買いました。これもまだ使ってないので、レビュー言えないんですけど、これも使ってみてよかったなと思ったら、またシェアしたいと思います。
次がですね、これまあ必需品じゃないんですけど、スチーマーを買いました。化粧を落とすときに私は使ってるんですが、まあ、普通にスチーム出して、こう、メイク落としするっていうものなんですけど、いろいろ機能がついてるやつとかだと、結構3万、4万とかするんですけど、私は全然スチームさえ出してもらえればよかったので、13,427 円のパナソニックかな、のものを買いました。で、最後に、体重計ですね。体重計は、まあ、普通に、なんだろう、シンプルなのを Amazon で買って、2073円でした。ということで、家電の合計は、239,900 円です。これはね、高いのか安いのかって言われたらちょっとよくわからないし、まあ、洗濯機はね、乾燥機までついてるので、少し値段が張るんですが、これでね、快適に過ごせたとしたら、まあ、いいお買い物だったと言えるんじゃないかなと思っています。はい、ということで引っ越しから日用品家電までかかった費用をシェアしたんですが、最後に総額です。総額は32万6469円です。はい、ここにねプラスでちょいちょい買い足してるものもあるので、お皿とかグラスとか100均でこまごま買ったものとか、まあ、もうちょっとプラスでいってるんですが、まあ、大体このねぐらいの値段でございます。いかがでしたか？何か参考になったことがあればいいなと思いますし、皆さんの方が詳しいと思うので、一人暮らしのなんかコツとか、こういうのあるといいですよみたいなのとか、逆にこれ使ってどうでしたかとか、もしあったらですね、コメント欄の方に、書いていただいたりすると嬉しいです。ちょっとね、本当にこの一人暮らし生活かなりワクワクしているので、またね家具も買い集めて可愛い部屋にして、今ちょっとすごいこんなシンプルなんですけど、はい、いいお部屋にしていきたいと思うので、またシェアします。じゃあ最後にお知らせなんですが、6月から大人のディスカッションクラス、毎週土曜日ですね。あと若干目だけ席が残っているので募集しております。概要欄に詳しいこと書いておくんですが、ディスカッションするとね、人生が変わります。マジで本当に変わるので、まあ、その理由とかもね概要欄からチェックしていただきたいんですが、まあ、ディスカッションって聞くとちょっとね難しい、しかも英語だしと思うんですが、レベル感としては、まあ、日常会話がだいたいできて、英語で会話のキャッチボールが、まあ、2、3回できるっていう英語力をすでにお持ちの方でしたら、どなたでもウェルカムなので、最初は簡単なお題、例えばモスバーガーとマックどっちがいい？理由は？とか、そういうあるお題について自分の意見を持つ練習をする。毎回ねディスカッションクラスは本当に爆笑の渦なので、私自身もすっごい楽しいレッスンなので、皆さんにも体験していただきたいなと思っています。 Do you think that it is possible to fall in love with someone without seeing each other's faces? できると思うんですけど、うん、好みの顔じゃなくても、その人の雰囲気とか、まあ、話が合うとかで好きになってくることもあります。We can know each other without bias. Mm-hmm. 私はできません。いいですね。いいですね。外見は大事です。確かに。確かに。外見もその人の本質を表してると思う。ああ、なるほど。Even if I look at appearance, it doesn't lead to bias. Kim Tak is good looking. Kim Tak is good looking.、Mm-hmm. But I don't feelHe is attractive. Because his Instagram is boring. Boring. 子供のレッスンもぜひ募集しています。小学校低学年、高学年、中学生、ちょっと上のレベルのアドバンスクラスもあります。Right, that's it. また次の動画でお会いしましょう。Thanks so much for watching. See you guys very soon. Bye.